ロスラブリの紋章、ロスラブリは、ロシアのスモレンスク州南部、ベラルーシとの国境近くにある都市。ドニエプル川の支流オスチョル川の東岸に立っており、州都スモレンスクからは南へ 123km。最寄りの町であるデスノゴルスクからは西へ 35km。スモレンスクポチノクロスラブリブランスクオリオールを結ぶ、鉄道や道路と、モスクワオブニンスクユーフのフロスラブリバブルイスクを結ぶ、 道路や鉄道が交差する、市場町である。人口は2002年全ロシア国勢調査で57,701人。ロスラブリは1137年に、スモレンスク公国のロスティスラフ・ムスティスラビチ公により、建設された。ロスラブリという地名も、彼の名から来ている。ロスラブリは1408年に、リトアニア大公国の領土となった。 クメリニツキーの反乱をきっかけにして起こったロシア・ポーランド戦争ではロスラブリも戦場となりアレクセイトロベツコイ校によって1654年に占領された。結果1667年のアンドルソボの和訳によりロシアの領土となった。第二次世界大戦では1941年のスモレンスクの戦いでドイツ軍に占領された。 1943年までは、ドイツ軍の重要な拠点であったが、第二次スモレンスクの戦いにより、赤軍に解放された。ロスラブリ出身者には彫刻家のミハイル・ミケシニア、同じく彫刻家のセルゲイ・コネンコフラがいる。ありがとうございます。